11時12分です未来を歩く羅新盤ピックオン」200万ユーザーが使っている経済ニュースアプリ「NEWSPIX」とコラボレーション未来を読み解くヒントになるような話題をチョイス。今日は野球サッカー2大スポーツのマーケティングはどこまで進んでいるのかという記事にフォーカスいたします。解説してくださるのは「NEWSPIX」の公式コメンテータープロピッカーである荒木茂雄さんです。 荒木さんは外資系通信会社の日本法人代表を経て2005年からは千葉ロッテ球団の経営改革に携わりその後野球の日本代表侍ジャパンの事業戦略などを歴任されています現在はスポラボ代表スポーツビジネスアカデミー SBA の代表理事でいらっしゃいいまますすおおははよよううごござざいます。 まずはこのピークしていただいた記事なんですがどういう内容なのか簡単に教えていいただけますかはいえー、日本を代表するスポーツ野球とサッカーですけども、はい、その野球とサッカーのクラブとかチームがですね、うん、SNS やアプリを本格的に活用する時代に入ったとっいうのが一つ、はい、であともう一つはその PC ではなくてですね、うん、今までパソコンで情報発信していたものがスマホを軸にした情報発信のスタイルに変わってきたっていう、まあ、こういう記事ですね。なるほどはい えー、荒木さんはスポーツマーケティングがご専門なんですけれどもそのマーケティングから見て、えー、今その、まあ、スポーツの球団や、まあ、もしくはリーグは、はい、には何が求められてるんでしょうかマーケティングというう視点はそうですねあの今までの,その歴史的に見るとですねスポーツとメディアの関係で切っても切り離せない感があったわけですけどもどちらかというとスポーツ競技団体は。 試合という商品を生産することに集中したんですね。で、その生産したあの商品をマスメディアに託したんですね。はい、で、マスメディアがその情報を伝えるという,、うん、もうこういう関係値でいたので、うん、球団が自ら積極的にファンに対して情報発信するっていうところの、えー、いわゆる枠組みができてなかったんですね。うんうん、で、それがまあテレビがまあ露出が少なくなったりとか、マスメディアがスポーツを扱う頻度が下がったことによって、はい、今度は球団、何考えるかっていうと、 直接的にファンに対してメッセージを出していく、はい、こ,こは非常にに重要になってきたんですよね、うん、アメリカなんかはもう、これ、ずいぶんと進んでますね、特に NBA かな、ね、バスケが一番先でしたっけね、はいえー、そうですね SNS という意味ではバスケですね、えー、でウェブ全体で言えば、本当に四大スポーツはね、もう本当に素晴らしい取り組みを、もう10年、20年ぐらい前からやってますね、うん。で、日本の現状としては、はい、まあそこからは、まああのまあ、今、後追いだと思うんですけど、うん、どんな状況なんでしょう日本はようやくここに来てですね、 あのまあ、ずっとその公式メディアという意味では情報を出してたんですけども、はい、SNS が出てきたことによってその情報の出し方あり方がですね変わってきたっていうことなんですね。どういうことかっていうと今まではそのライトファンをどうやって増やすのかっていう取り組みをやってた<ー>それはなぜかというとマスメディアの世界だったんですね。なるほどでそれが今度ははメディアアに頼らず球場あるいはアリーナで えー、しっかりお客さんを取っていくっていう戦略になってきますから必ずしもライトファンに刺さるコンテンツだけじゃなくて、うんうん、その一つ一つの細かいセグメントのユーザーのセグメントに合った情報を SNS を活用して広くその足し算でね、うん、あの増やしていくっていう、まあ、こういう切り口に変わってったなるほど、うん、まあ昔はテレビをつければ野球の試合が自動的に流れてきたと、うん、そうですね まあ、例えばその、えー、テレビの有料配信をしたりとかあとそのインスタグラムとかで、はいえー、選手の裏側の顔を見せたりとかいう方向になってるってことで,すね,そうですね。でマスメディアだったらどうしてもそのチャンネルとか時間とかに制限があるので、はい、ライトファンにあの万人に受けるコンテンツってのが大前提になりまのは、ねうん、しかしながらあインターネットになるとその制限がなくなるスクリーンの制限もなくなる、うん、いろんな形でスクリーンも1個でも2個でも3個でもできる。 あるいは時間もいつでもどこでもってことになりますからそうなるとライトファンにこれは受けるってことだけではなくてニッチのファンにも受けるコンテンツをそのターゲットに向けて配信することができるってことになるのでテレビという感覚よりはどっちかというと通常のコンテンツっていう,うこういう思考が大事になってきますね。まあ カープ女子なんかもそうですね。そうですね。えー、<laughs> そうですね。えー、すあんスポーツそんなに？そうなんですよ。まあ実家にいる時とかにテレビでついていて、たまに見るとか、うん、ある。オリンピックとかこう世界的な競技会の時にたまについてテレビで見るくらいの感じだったんですよね。ということは無料でテレビで見るっていうことがもう前提になってるわけですそうなんですよね。よねで,ねで今こうサッシャさんに教えていただいたりとかしてアプリとかもうちょっと入れたりして見てるんですけど。はい。はい。 まあ僕自身も関わってるのは、まあ、あのもともともちろんテレビの、えー、実況もやってるんですけど、うん、スポナビライブとかとダゾンっていうこのウェブが中心になっている媒体で、うん、まあ実況もしてるんですけど、うん、まあアメリカなんかはリーグが直接配信するというような方式の方がメインでしょううかねね、うん、そうです、ねえー、あの基本的にはもうアメリカは独自にすべてが内政化なんですね。放送だだけではなくてチケッティングだったりとか ライセンスグッズだったりとかですね、うん、そういうのを全て内政化する動きがもう10年、うん、もう年リーグで管理するどちらかというと日本のスポーツはその外部の業者とうまくそこを連携していくっていうスタイルがあったので。 どうしてもそういう流れになってきたっていうところなんですけどもただそのスポナビライブさんとかダゾ z o さんとかが出てきたことによってこれは単純にそのインターネットで見れるようになったよねって話じゃなくて、はい、構造的に大きな変革が起きたんですよね。うん、で何かっていうとつまりソフトバンクさんにしても、はいえー、ダゾ z o やってるパフォーマンスにしてもです、ねはい、放送局じゃないってことなんですね、はい、放送局じゃない人がスポーツのコンテンツをインターネット回線さえあれば誰でも見れるっていう、うん、ここがイノベーションになるんですね、はい、これは OTT 事業者って言うんですかね。 <TT> はい、オーバーバザトップですねスポナビライブで言うとまああの,のところで言うと、まあ、B リーグ今ちょうどう、ねあのね、チャンピオンシップやってますけどで,、ね、でダゾン z あのは J リーグをね、えー、まあ,あの契約したことで有名ですけども、うん、これ一番変わったのは多分全試合見られるということですよね今まではチャンネルに制約があったので、はい、どうしても、まあ、いい同時にやってると1試合しか見れなかったのがそ、ね、なんかそんなにたくさん試合数があるなんていうことも知らなかったですし、うん、なんかこう競技のこう いろんなメジャーなスポーツじゃないような、えー、とスポーツも見れたりするので、うん、なんかそれはすごい面白いなと思って見てます、うん、私も。ね あとあの一球団のファンだとしたらもう常にただホームの試合は見に行く、ねうん、アウェイの試合はそのウェブ上で見るとか、うん、ずっと追っかけてくけるっていうことですよね。そ,うそういうことですね。はい、これがライトファンを増やすんじゃなくて深いファンを増やしていく。そうですね。はい、うん。今後どうなっていくんでしょうこの流れは。この流れはおそらくですね、えー、メジャースポーツ今野球とサッカーの話しましたけれども、本来まあ2020に特に向けてね、はい、いろんなスポーツをいろんなファンが見れる環境っていうのはやっぱり美しいわけですね。うんはい、でそれをやるためにどうしたらいいかっていうことなんですけれども、やっぱり先行しているまたお金が流れやすい 野球サッカーがこのプラットフォームを作って、うん、でこのプラットフォームができたプラットフォームに対して、えー、そのまあマイナースポーツという言い方があれかもしれませんけどもそ,のそういうところがプラットフォームに乗っていくつまりいろんなスポーツがです、ね、見られる関係になっていくという、うん、まあこの流れが。 まあいいかなと思ってますねまあ要はスポーナビーライブとかで配信されるスポーツがどんどん増えていくとか,とかそうですねあと、のこの流れで先行しているのは割とそとオリンピックだと思うんですよね。うん、でオリンピックの時ってあの要はテレビで配信しなないいものを、はい、えまあごめんなさい放送しないものをウェブでリアルタイム配信をするのがまあえっとリオの前だからロンドンからえ多分取り入れてきていると思うんですけどか、はい、ね。 これがだから次の東京オリンピックでどうなるどういうシステムを取るのかなと僕非常に個人に興味持ってるんですけどまあそうですねおそらくまあその流れはねあのもっともっと加速する流れにはなると思うんですけどもね、うん、ただあの一つ言えるとしたらそのテレビで見れ,ないあの見れたもの見れるものがネットでも見れるっていうのは当然一つコンテンツとしてはありえるんですけども、はい、それ以外にテテレビでは見れないコンテンツもともと見れないコンテンツが、うん 映像も含めて見れるようになる。そのためには権利をどう処理するかとかですね。うん、で、それを作る人がどういう人材が必要なのか、それそれがあの競技団体にいるのかって、まあここが次の課題ということになると思います。スポーツ好きにはめちゃくちゃいい時代ですね。まあそうですね。すね <laughs> はい。確かにね。そうなんですよ。見てみましょう。 うん、見てみます。<laughs> <laughs> さあということで、えー、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。えー、この野球サッカー二大スポーツのマーケティングのトピックが気になった方は詳しくはニュースピックスのサイトにある荒木しげおさんのページチェックしてみてください。あの関わってる身としても見てもらいたいな。<laughs>